ごきげんよう、ガラクタやオルドです。先週の配信にてアバドライザーボット君からマキシマムゲーマーが高騰しているという話を受けました。ついでに言うとマキシマムゲーマーにワンサイドゲームされたとも言われました。今回はそんなマキシマムゲーマーの話です。まず表面広告から、1ラウンドごとライジングパワープラス2、さらに3番目にカードを出したとき、ライジングパワーが8以上だとライジングパワーマイナス10、このラウンドのみアタックポイントプラス100と。裏面がバーストしたとき必殺プラス3000、ライジングパワープラス10、さらにバーストした次のラウンド開始時バーストゲージが超アップする。現在のメルカリ価格は3250円からになっています。以前までは666円から1000円でしたので、価格としては3倍から5倍になりました。すげえな。で、まあこの効果表面が全てでしょうね。具体的なチームで言うと、マキシマムゲーマーでライドパワープラス2、ゲイツ君でライドパワープラス2、イズでライドパワープラス3で、最後に風神仮面演技でライドパワープラス1すると8点達成します。あとは簡単に、こいつ自身でアタックポイントボーナスプラス100、イズのスロットのアタックポイントがプラス25、ゲイツ君のアタックポイントがプラス25で、コマンマック先行を持ち寄ってイズを裏返して残りは消化試合になります。対戦ありがとうございましたと。こんな1ラウンド目から飛ばしてるデッキですが、弱点はあります。まずエボルトを使ってライドパワーマイナス3、アタックポイントマイナス30してやりましょう。精密な計算がパーになります。あなたの勝ちです。またユラゾルダを使ってイズとゲイツ君を迫真するのもいいでしょう。あなたの勝ちです。最後にオノデラクーガを使ってマキシマムゲーマーを迫真してデッキコンセプトを崩壊させるとどうなるか。そうですね、あなたの勝ちです。予測可能、対策可能、決まれば逆ワンサイドゲームの完成です。とまあ、ちなみにアバドライザーボットはこんなデッキで負けました。